はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は J1 アワード前半戦ということで、J1 前半戦のまあ表彰的なことを軽くですねやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、これね一応前半戦って書いてるんですけどもね、本日 J1 再開これでようやく、折り返しということになるんで、まあ、正しくは前半戦まだ1試合残っては、まあ、いるんですけど今晩ですね一応今晩のゲームが終わったらまあ前半戦終了ということになるんでもうちょっと1試合早いですけどもね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで一応下に書いてます、まあ、2つのベストイレブンって書いているんですけども、1つはですねこれ何のベストイレブンかというと1つはまあ純粋なベストイレブンですね、年齢制限のない純粋なベストイレブンと、そして年齢制限がないということは実は年齢制限あれば23歳以下の若手 J リーガーですねのベストイレブンをやっていこうと思ってます。そしてあとベストおじさんですね、ベストおじさん賞も一応作っております。そしてあとまあ純粋前半戦 MVP ですね、この前半戦 MVP と、あとちょっとここに出してなかったんですけどね、ベストヤングプレイヤー賞的なこともやっていこうと思ってます。その辺ですね中心にやっていきます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしておりましょうかった、動画概要欄からですねサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということでまずこちらからやっていきましょうかね。ベストイレブンということで、まあ、早速、ベストイレブンからやっていくんですけどこんな感じですね、まあ、一応、理由付けはしております。あとまあこのチームを率いるのはベスト監督賞河合健太、まあ、サガン鳥栖の監督でございますけどもを選んでいますね。で一応ゴールキーパーから見ていくと村上選手ですね、まあ、これ、現在アビスパ福岡 J リーグ最少失点を記録していますし、このままいくとですねこれアビスパ福岡このままシーズンを終えると、まあ、これ J1 歴代最少失点でシーズンを終えるということになってくるんでね、ここはやっぱり最後ゴールキーパー村上選手の活躍なくしてっていうのがあるんで、そこはちょっと村上選手を選んでおります。まあ、時点で言うとマリノスの高岡選手かなって僕は思ってるんですけどもね。で3バックディフェンダーのところですけどもね、まあ、ショルツ、田代、小池龍太って書いてますけども、まあ、ウラレッツからショルツ選手ですね。まあ、本当、この選手自分で持ち運ぶことのできる攻撃的ディフェンダー、まあ、このショルツ今本当浦和レッズ苦しんではいるんですけど、このショルツの活躍がなかったらですね浦和レッズは勝ち点1も取ることができなかった、要は失点して、勝ち点0みたいなことが起きていた可能性が僕は高いと思うんで、まあ、ショルツを選んでおりますね。でセンターバック田代選手ですね、まあ、現在チームトップの得点数も上げてますし今年本当覚醒したセンターバックです。まあ、栃木の時から結構ね注目はされていたんですけど昨年の悔しさ晴らした、まあ、このセンターバック田代選手ですね。であと小池選手ですね、まあ、一応3バックでやっては、ね、いるんですけれども一応小池龍太、まあ、右サイドバックの選手になりますね。横浜 F マイナスの、小池龍太でございます。まあ、本来右サイドバックでありますけど、ベストイレブンあるあるですね、ベストイレブンあるあるということで一応3バックの右には入れています。まあ、今年小池龍太本当ねあなたサイドバックなのっていう、ポジション取りしますね。まあ、ハーフスペースのところでボール受けることもあればボランチみたいなところで、プレーすることがあるんで本当現代的な位置取りポジション取りをすることができるこの小池龍太ですね。まあ、左サイドバックも今年はやっていたりとかするんでちょっとこの小池龍太僕は日本代表でちょっと見てみたい選手でありますけどもね、もしかしたらこれ E1 選手権ですねに選ばれるんじゃないかと思ってはいるんですけどもね。はい、そして中盤ミッドフィルダーですけれども、ね、アンカーはサガン鳥栖小泉選手ですかね。本当ハードワークできるこの小泉選手は昨年鹿島から鳥栖に移籍して昨年苦しんだ選手ではあったんですけど、今年はもうこのボール奪取能力と本当刈り取る能力ですね、ボールを刈り取る能力もそうなんですけど本当無尽蔵尽きない、スタミナ、これでねこの90分間ハードワークしてくるんでここのポジションは小泉かなちがありますね。で藤井と水間のウィングバックですけれども、ね、これ、まあ、本来藤井選手は右ウィングバックの選手であるんですけど、まあ、右は僕は水沼選手を置きたいというのがあったんで水沼をちょっと置いているので、まあ、左が藤井になっているんですけどもね、まあ、藤井も本当今年、ね、クロスのまあチャンスメイク率とかあとはまあドリブルの指標もリーグトップクラスで高いというのでね、まあ、この選手もずっと注目されていた選手であるんですけども、ようやくこの分かりやすいデータ的な数字がついてきたという感じがしているんで、あとは本当アシストとか得点とかこのもっと分かりやすいところですね、藤井選手も十分今後伊東純也選手みたいな活躍が期待できると思うんでね、そこはやっぱ見ていこうと思ってますね。でやっぱ右水沼でしょうね、本当歴代屈指 J リーグ歴代屈指のクロスターになった水沼選手はちょっと今外せないですね。まあなんならまあこの後ね MVP ですね、 MVP も発表するんですけど僕はねあの選手選んではいるんです、今度水沼選手ではない選手を選んではいるんですけど、僕は MVP 投票3位にはこれ水沼を入れてるんで、ちょっと水沼
沼の活躍なくして横浜 F マリノスも現在首位にいるんでね、まあ、これ本当、水沼の活躍あってのもんと思ってますね。でもう一列前に三田とマテウ・サビオを置いてますね。まあ、マテウ・サビオに関して本当今年、下馬評ですね、シーズン開幕前の下馬評ひっくり返した柏レイソル、まあ、本当中心的選手になってきます。まあ、昨年のシーズン終盤ぐらいからですかね、秋口ぐらいからなんか覚醒の匂いがするなって感じはしていたんですけど、いや今年春先からエンジン全開で大活躍ですね。まあ、本当後ろの最後尾あたりから自分でボール持ち運んで、カウンターの出発点になることもあるんで、この、マテウ・サビオはもう外せないチャンスでございますね。であとはやっぱ広島三田選手ですね。まあ、本当衝撃的な選手ですね。まあ、この選手に関してはね、また後から話す機会が実はあるんで、ちょっと三田はちょっと置いてはおくんですけれども、まあ、三田ですね。で2トップは鈴木優馬、あとやっぱ上田綺世ですね。このベストイレブンのフォーメーションなんですけれどもね、まあ、この鈴木優馬と上田綺世を置きたいがためにも2トップではめました。もう正直ね、鈴木優馬を3トップの左とかね、そこに置くこともできたんですけど、いやもうこれコンビで見たいっていうのがあったんで2トップシステムにしました。まあ、本当鈴木優馬に関しては今年6ゴール6アシスト決めていますし、上田綺世に関しての得点ランキングトップでもう日本代表にも選ばれているので、これは文句なしという話でございます。まあ、本当、鹿島が今年タイトル取るにはこの2人の活躍というのは絶対必須になってきます。まあ、上田綺世はちょっと海外から、ね、オファーがあるんじゃないかみたいな話もあるんで、この夏の動向ちょっと注目がされてはいるんですけども、ちょっとこれシーズン後半戦も上田鈴木のコンビが続くのであれば、ちょっと他のチームは、まあ、本当要警戒どころじゃ、ないという話でございます。本当常にアラートが鳴ってる感じになると思うんで、まあ、本当この2人は外せなかったですね。はい、そしてじゃあ23歳以下のベストイレブンですね。この辺ちょっと選んでみました。ゴールキーパー一応鈴木彩艶には、まあ、してはいるんですけど、正直ここゴールキーパー他がいなかった。23歳以下、まあ、佐々木選手ですね。柏レイソルの、佐々木選手もちょっと考えたんですけど、まあ、これ ACL ですね。 ACL でまあしっかり活躍してくれた鈴木彩艶ちょっと選ばせてもらってますね。であとディフェンダーで言うと、本当これ左サイドバックを売られていて大畑ですね。大畑選手、まあ、今回3バックの左に置いてるんですけども、本当裏のね、希望ですね。この大畑選手はですね、まあ、昨年前サガン鳥栖にいた選手でございますけど、この選手がいなかったっちゅう、ね、この左サイドバックのとこもっとこれ売られてたら苦労していたと思うんで、この大畑の存在感日に日に増しております。もちろんこれディフェンスのとこも能力高いんですけども、これ賢くポジション取りを、取ることができる本当現代的なサイドバックに、なっているこの大畑選手はちょっと外せなかったですね。でセンターバック角田選手ですね。マイナスの選手ですね。まあ、今年マルチンス、チアゴマルチンスが、まあ、移籍してしまって、このセンターバック層が薄いんじゃないかとか大丈夫かって、まあ、僕も言ってましたけどね。僕も言ってましたけど、まあ、本当この選手の活躍というのが前半戦光りましたね。まあ、注目して加入したエドワード選手も序盤は結構フィットするのに苦労したっちゅう話ですし、でなかなかこれねチームにフィットするのも難しいということで、まあ、その間にこの角田選手が、ね、出てきたっちゅう話でございます。さあこの選手今後、どういう風にやっていくか、本当ね浦和レッズユース、ジュニアユースか浦和レッズのジュニアユース出身の選手であるんで、ちょっと個人的にも、まあ、他チームであるんですけどもね、必須と応援はしていこうと思ってますね。で右は西尾選手ですね。まあ、セレッソ大阪は、まあ、ヨニッチ選手と、コンビを組む西尾選手、まあ、この選手もやっぱりね昨年一昨年もう何年前だもう忘れてしまったな、この選手もね1年目からすぐに、まあ、開幕スタメン確か取った選手だったと思うんですけども、本当順調に、成長してる感じがしますんで、これ、セレッソ大阪も現在5位ということで、その、まあ、ディフェンスに引っ張っている、まあ、1人であるの間違いないんで、まあ、西尾選手、置いておりますね。で、中盤のところでいうとアンカーのところに藤田ジョエルチマーですね。本当この選手マリノスでめちゃくちゃ進化してますね。もちろんベルディとかね徳島の時も、活躍していた選手になってきますけども、このもう今まではやっぱこれ藤田ジョエルチマーって将来性豊かな選手だねって、これ将来的に日本代表に、なるのは間違いないって言われてはいたんですけど、いやもうこれ将来性うんぬんかんぬんじゃなくて、もうこれはねもう早くこれ海外に行ってね大活躍してほしいっていう僕は個人的に思うんですけども、それが本当今海外に行ってもこれ十分やれる選手じゃないかと思います。本当期待の若手とかね将来性豊かな選手とかそういう枠組みじゃないのかな、もうそういう次元の選手ではなくなってきて、まあ、次のステップに本当向かっていってる選手であるんで、この選手ちょっとね U23 のアジアカップでも存在感、見せてくれたんで今後も注目してみていこうと思ってますね。で、ウィングバックのところに見てた、やっぱ見てた僕は外せないんですね。本当今年のこの見てたの衝撃というのは僕には大きな
大きなインパクトを与えました。こんな新人はね、ほんと僕は10年に1人って言ったら言い過ぎかもしれませんけどもね、10年に1人は言い過ぎかもしれませんけど、やっぱりこうダゾーンっていうのがやっぱりこれサービスで始まっていろんなチームの若手を、見る機会が増えました。でそんな中でね、このミスター、ここ数年で言うと僕は新人という枠組みで言うと最高のこれ逸材でございます。このミスター、僕はね今後、まあ、もう今後というかもうすでに出てきているとか見つかってしまった選手で、まあ、あるんですけど、まあいや本当素晴らしい、まあ、この後また、ミスターに関して話すんですけどもね、何回も言います、このミスターに関してこの後また、ショーがあるんで、そこで話そうと思ってますけどもね。で 右のウィングバックに関して菊池ですね、サガン鳥栖の新人菊池選手だから、今回まあ23歳かベストイレブンで言うと両ウィングバックは新人の選手ですね、まあ、菊池、ミスターを選んでおります。まあ、サガン鳥栖で主にシャドウでプレーする菊池選手ではあるんですけども、この、まあ、菊池選手も本当ハードワークができる、スタミナが、十分これプロで通用するものがあるんでね、ここやっぱサガン鳥栖らしい、将来的に、あ、菊池ってやっぱりこれサガン鳥栖の選手だよねって言われるような僕は選手に成長する気が、するんで、今後もちょっと注目して見ていこうと思ってますね。で、もう一列前で言うと松木玖生、例えば鈴木唯人ですかね。まあ、鈴木唯人をどこで使うか、このシステムで言うと、まあ、細谷と、鈴木唯人をツートップで組ませた方が、まあ、ロマンはあるのかなという感じがしたんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、前線とか先に言うと細谷とやっぱ町野ですね、湘南ベルマーレ、町野をちょっと入れたかったんで鈴木唯人、まあ、この一列避けておいてますが、まあ、僕はもう鈴木唯人、まあ、細谷もそうですけどもね、細谷に関して昨年からかで、鈴木唯人に関してはもう2年ぐらい前からこの選手は絶対来ると僕は、信じていた選手がようやくこれいろんなメディアで取り上げられるようで、僕は本当、個人的に嬉しいです。これ別に、これお前何昔から知ってたみたいな、そこ自慢したいの、注目していたとこ、自慢したいのとかじゃなくて、本当にこう昔からね、このもうそれこそ清水エスパルスの新人ぐらいの時からね、出ていて、わなんかこの選手雰囲気感じになっちゃう、選手がこうやってまあ注目浴びるというのは本当嬉しいですね。本当特に鈴木唯人に関しては特大のポテンシャルとか、まあ、期待っていうのを、かけていた選手ではあるんで、本当こうやってね、いろんな、メディアに取り上げられてもらって、僕はもう浦レッズサポーターであって清水エスパルスのサポーターでないんですけど、いやまあそういう枠組みとまた違う意味でちょっと嬉しいっていう話でございます。しかしまだ、僕が言いたいのはまだまだやることはあるっていう話でございます。もっと数字を残すと僕は言いたいですね。まあこれね、アジアカップで得点も決めているんですけど、 J リーグの数字というのではもっと、伸ばせるはず。もっとこれ、この数球とね、海外とか言われてはいますし、確かにこれ、ね、数球とに関しても、海外で十分やれる力あると思うんですけど、いやまだもうちょっと J リーグで数字を僕は残してから行くべきじゃねえかと本当ね思っているんで、僕は、まあ本当ね、そこを期待かけているだけでもっと数字を、残してですね、海外行くなら行ってほしいという話でございますね。で、あと松木玖生ですね、まあ、これ青森山田から加入した、松木玖生、まあ元々はね、フランスリヨンの、練習参加していたっちゅう、そこからまあ、これもう、高校卒業してすぐこれ海外じゃないかって言われてたところです、まあ、FC 東京が獲得してですね、そこでまあスタメンでしっかり使っているんで、まあ、この松木に関しては本当日に日にというか、まあ、試合を追うごとにこのフィジカルのところですね、体の使い方とか含めてそうなんですけども、だんだんこれ、プロの体になってきたなっていう感じが、まあするんで、ちょっと松木に関しても今後、注目、やっぱこれ松木というのは結構ベターな感じがして、あんまり僕も好きではないというか、まあ、松木は好きですよ、松木は好きなんだけども、こういう企画の時に、まあ、やっぱ松木かって、なんか当たり前だな、なんか分かりやすいなお前って言われそうで、まあ、そこは意外性もクソもないとこ選んでるんですけど、いや十分これ松木に関しては、ね、本当高校卒業したての選手が、しかもこれ、中盤の選手としてこんだけやれる、やっぱこれ、ね、4-3-3 の中盤って結構プレッシャーを受けやすかったりとかするとこでね、まあ、このプロの洗礼を浴びながらしっかり成長しているんで、まあ、ちょっとこの松木に関してはちょっと僕は今後本当、まあ、この言われている通りか分かりませんけどもね、成長曲線、これは本当素晴らしいものがあると思うんで、注目して見ていこうと思ってますね。で、ツートップ細谷ですね、まあ、細谷に関してはもっとこの選手も、注目されていいなって昨年から思っていたんですけど、ここに来て、伸びてきた、やっぱアジアカップでの活躍というのは、センセーショナルというのがあります。あと柏レイソルでもですね、今年千葉銀カップかな、開幕前のプレシーズンマッチで、あれ細谷ってこんなプレーだったっけっていうのが何回かあって、まあ、相方あの時多分ドグラスとツートップ組んでいたと思うんですけども、そこで味方をうまく使うことができるようになったりとか、あとね、この細谷に関してもともとスピードはあった、このね、素走りというかボールがないとこのスピードっていうのはもちろんこれあったんですけど、こうボール持った時のドリブルのスピードですね、これやっぱり素走りとドリブルのスピードってまたちょっと変わってくるんですけど、あんまりこう変わんなくなった、まあ、もちろんこれ少し差はあるんですけども、ドリブル、まあ、ボールを運ぶ時にあんまりこうスピードが落ちなくなった印象が強くなって、それでなんかこうなんか感覚的にあれ速くなったのかな、足が速くなったかなっていうのが僕は感じたんで、そこやっぱりオフ、今年のこのオフとかですね、まあ、シーズン開幕前の、このキャンプというの、まあ本当ね、順調に過ごした結果、あの千葉銀カップでのプレーだったんじゃないかと思うんで、まあ、やっぱこれぐらいやれては当然かなっていうのがあるんで、まあ、今後も本当
この選手もっと数字が伸びてくればですね、もっと海外に近づける選手と思うんで期待していこうと思ってますね。この相方町野にしましたね、まあ、川崎フロンターレ戦とかでも今年ゴールを決めていて、前半戦、まあ、今年のシーズン5月ぐらいからですかね、5月の終わりぐらい本当大活躍見せた町野、ちょっとこの選手で、ね、まだ22歳だったのかっていう感じがしています。まあ、やっぱりこう僕は地元が九州の人間では、ね、あるんで、この北九州にいた選手というのもね、僕は、ね、ずっと応援してはいるんですけど、まあ、その中でこの町野が出てきたというのは僕は、個人的にはこれまた鈴木優人とか細谷とは違う意味で嬉しいんでね、これまあ本当町野に関しては特大の、ポテンシャル、日本人離れした本当アスリートみたいな選手と僕は思っているんでね、今後の活躍も期待していこうと思ってますけどもね。はい、ベスト11だけでこれ1本動画できるが話してしまったなという感じが、しているんですけれどもね、もう収録18分になろうとしてるんですね、これはちょっと前半後半で分けたい感じがしますけど、まあ、1本の動画でやっていきましょうという感じがしてますけれども、じゃあこちらベストおじさんということで、まあね、この後、ベストヤングプレイヤー賞とかね発表、していくんですけれども、まあ、そんな中でですけどもね、やっぱりねこの男は外せないっていうのはあります。ピーター・ウタカーですね、今年16試合16先発1426分必要ということで、まあ、ほとんどの試合というかほとんどというか、まあ、これ、全試合先発出場していて、ほとんどの時間に出場しているというのはこの、1426分という数字になってきます。要は途中交代も少ないし、まあ、途中交代したとしてもですね、残り数分間残して交代するみたいな感じになっているんで、このピーター・ウタ今度ベストおじさん賞には、ぴったりと思いますね。今年本当8ゴール1アシストで昇格チームを牽引しているこの、ピーター・ウタカでございます。いや、まあ本当ね、まだまだ日本でこれ見続けたい選手の一人であるんで、今後のこの活躍というのもですね、これ、ピーター・ウタカーね、もっとね、本当日本で見たいというか、本当今後もずっと活躍できる選手と思うんで、そこは期待して見ていこう、応援していこうと、思ってるわけでございますけどもね、はい。そして次、ベストヤングプレイヤーですね。ベストヤングプレイヤーで言えば、三田選手。まあ、何回も今回言ってはいるんですけど、まあ、この三田選手、やっぱり上げさせてもらいました。まあ、この選手でしょう。やっぱり今年の、J リーグ最大のトピックというとですね、やっぱり迫力あるドリブルとか、この、ね、パンチ力あるシュートとか、あとプレッシング守備のとこもそうなんですけどもね、やっぱこう、この三田選手、プレッシングのかけ方うまいですよね。まあ、ファーストディフェンダーとして、相手のね、こうディフェンダー、センターバックの選手とか、サイドバックの選手とかと、まあ対峙するんですけど、そこからも高い位置でボール奪って、シュート決めるみたいなこともありましたし、確か鹿島戦かなんかのゲームだと思うんですけどもね、ちゅうのが上手いんで、もちろんこれね、これスピードがあったりとかドリブルが上手いとか、シュートが上手いとかあるんですけど、やっぱファーストディフェンダーとしての動きも秀逸なものがありますんで、ちょっとこの選手何回も今回言ってはいるんですけど、本当ここ数年間でね最大の新人じゃないかと僕は思っているんで、今後もこれ、この、ね、広島の黄金時代というのは今後絶対これ来ると思っていて、ちゅうのもやっぱりね、センターフォワードのとこは鮎川選手がいたりとかで、今藤井選手がいて、そしてまああとシャドンとこはまあ出番はないんですけどもね、千葉選手がいたりとかで、この、三田選手がいて、ボランチのとこは現在水戸ホーリーオークに行って、土肥選手ですね、ボランチ土肥選手が僕は、好きな選手なんで、この土肥も含めて今後、広島の黄金時代というのは間違いなくこれ、来ると思うんで、その広島黄金時代、次の広島の黄金時代の中心は僕はこの三田じゃないかと思っているんで、ちょっと注目して今後見ていこうと思ってますけどもね。はい、そして、最後前半戦 MVP ですね、ここまで来るのがなかったですけどもね、やっぱりこちら鈴木優真ですね。まあ本当多分多くの方が鈴木優真か、上田綺世かのどっちかでいくと、思います。まあ、上田か鈴木かっちゅう、本当鹿島のサポーターからしたら、ね、これは嬉しい悲鳴が、聞こえてきそうであるんですけど、僕はやっぱ鈴木優真ですね。まあ、今シーズン16試合出場で、まあ、6ゴール6アシスト決めてますね。これね、得点の部分で言うとやっぱ上田綺世よりも少ないんですね。これ上田綺世が2桁ゴール決めているのに対して、まあ鈴木優真は6ゴールっていうので、まあ、ちょっと少ないっちゃ少ないんですけど、まあしかしこれ6ゴール6アシストということでね、まあ、足して12ですね。やっぱりこうどんだけ得点に関与したか、得点を決めるだけじゃなくてどんだけ得点に関与したかというとこ含めて、このアシストという数字も僕は大事になっていくと思いますという意味でも、6足す6で、鈴木優真が12点ですね。これ単純にですけどね、単純分かりやすい計算で12点に絡んでいるというのがあって、でそこはやっぱ上田綺世よりも上の数字になっていくんで、僕はやっぱ鈴木優真を推しているという話でございますね。でそれがやっぱ鈴木優真の理由です。まあ、得点とアシスト、得点関与率が高いというのと、もう一個やっぱピッチ上での
この数球馬の立ち振る舞いとか見ていると僕は好きですね。これまあ味方選手を鼓舞するね、これ動きもありますし、まあ、時にはですけれどもね、賛否両論呼ぶようなプレーもあるんですけれども、しかしまあそういう選手が僕は、ね、J リーグいても面白いと思いますしね、まあ、ある意味個性的な選手と僕は好きです。まあ、ダークヒーローじゃないですけれどもね、僕はこういうダークヒーロー的な選手は好きですね、正直ですね。まあ、あのドラゴンボールで僕はベジータが一番好きなんですね。こういうアンチヒーローじゃないですけれどもね、そういう選手僕は本当好きというのがあるんで、まあ、スーキーマンっていうのはあるんですけどもね、まあ、ここは本当賛否両論あってもいいと思います。まあ、スーキーじゃなくてやっぱ上田であろうという声があっても僕はいいと思ってはいるんですけども、っていうのがあるんで、まあ、スーキーマーですね。で、まあ、しかし上田綺世がもしですけどもね、移籍した後はこのスーキーマー得点というのは逆に増えるんじゃないかと思います。やっぱこう今スーキーマー上田綺世とまあ共存してはいるんですけど、やっぱこう少し引いた位置でゲームを組み立てたりとかね、これ、まあ、時には少しねこれサイド、まあ、フォワードの選手であるんですけど、サイドの方に流れてそこから、この、ね、視野の広さを生かしたサイドチェンジを通したとかするんで、ね、あれスーキーマーってこんなにね遠くの反対サイド、見れる選手だったかな、こんなに、視野が広かったかっていうのと、そこにちゃんとパスを通すそんな選手だったかなって思ったんですけど、いやその視野の広さとかこのゲームメイク、そこも含めて僕はスーキーマーのこれ、貢献度が高いと思うんで、前半戦 MVP に選ばせてもらいました。この辺はですね、まあ、ベストイレブンもそうなんですけどもね、いろんな意見があっていいと思います。まあ、本当それこそ評価軸と、何を評価するかっていうのはそれぞれまあ違うと思うんでね、そこはいろんな意見があっていいと思うんで、そこはコメント欄によろしくお願いいたしますということになりますね。はい、ということで今回以上ですね。まあ、本当ね、これやっぱ選手のこれ、企画的なことをやるとやっぱ賛否両論とか生まれるんで、まあ、これはあくまで僕の中の、ベストイレブンとか、まあ、ベストおじさんとか、ベストおじさん選ぶ人はいるか分かりませんけどね、っていうのがあるんで、本当に、ね、何かあったらいろいろコメント欄に、あの選手がいいんじゃないかとか、書いてくれたら僕も嬉しいんでね、よろしくお願いしますということで、以上パラプンテジルサッカーチャンネルのつつんです。よかったらチャンネル登録します。さら。喜ぶよ。